私に20分ください。いいですかね皆さん。みんな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 ぴょんぴょん、おいで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 ぴょんぴょん。再放送してもいいですか。はい、なんとこの度 NGT48 またまたゲームでバトルが始まりました。どのようなバトルかと言いますと、ポイント制で戦って上位3人は豪華な得点がゲットできるという内容になっております。そのゲームがもうすでにスタートしているということです。ということですね。なんでした、ちょっと待って、ゲームの名前なんだっけ。ローモバじゃないんだよね、なんだっけな。ローモバさんと同じ会社さんなんですけど、なんだっけな、そうさっき言ってた、ね、ヘルプ。あ、ミシックローズ、ミシックヒーローズというアプリなんですけれども、それでポイント制でメンバーと戦うという内容になっております。そして上位には豪華得点があるんですけれども、私はなんとその参加メンバーに選ばれました。イエーイ参加メンバーに選んでいただきました。今のとこ大丈夫だよね。まずミシックヒーローズというアプリで NGT48 のバトルが始まりました。そしてそのメンバーに佐藤もエントリーされておりましたというところまでは合ってますでしょうか。合ってるかな。あ、こう全員じゃないんですよね。そこまではいいかな。もう一度言いますね。再放送なんで、NGT48 で、ミシックヒーローズというアプリの中でこう対戦で、対戦じゃない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 、対戦じゃなくてポイント制で戦ってトップ3の方に豪華な得点がというイベントが開催されました。皆さんにお願いしたいことが、いっぱいあるんですけど、まずお家にあるスマホタブレットを集める、その2端末を大切に扱う、その3、これが一番大事。いいですか皆さん、その3が一番大事なんですよね。ホームページからダウンロードする、はい、もう専用の NGT の、このイベント専用のページがあるんです。それを私のツイッターでだ、リツイートしてあるので、こちらから、また帰りギルド入る、ありがとう、ありがとう、やっぱりカイリちゃんいい、カイリさんいいなって思いました。ありがとう改めて。ホームページ以外からダウンロードしても多分意味ないんだと思います。なんかロードモバイルの時もそうだったんですけど、ダウンロードは絶対にホームページからがいいかも。ちょっとホームページ以外にダウンロードしてしまった方は聞いてみますね、もしいらっしゃったら。聞いてみるね。ダウンロードはホームページから、ホームページからお願いします。もう顔が赤くなっちゃったよ私。そして
ダウンロードしてからなんかまっすぐいろいろチュートリアルがね始まるんですよ。それは全部スキップで OK だそうです。説明書に書いてありました、全部スキップしてください。それで Amazon の Face ID だ、 Fire HD だと何？ Amazon のハードディスク？何？わかんない。多分大丈夫だと思う。あのメカなら大丈夫。それでですね、チュートリアルをスキップするとこうメインストーリーというものをが出てくるんですね。メインストーリー、その、メインストーリーを進めていって 2-1 をクリアすると1週間の間だけポイントが獲得できる期間に入ります。聞いてください、1週間しかないんです。だから、今日 2-1 クリアしていただいたらもう7日間が勝負ということで、8日目からは、まあ、頑張ってもあのポイントに加算されないということなんで、もう7日間勝負。そして、12月18日までに 3-8 をクリアしていただいてギルドに参加していただくということになっております。あのギルドに参加すると何が起こるかと言いますとね、あのみんなでチャットができます。私もそこにいます。おはようとかこんにちはとかね、まあなんか会話できるようになっております。あ、そうなの、1週間だけなの。今 2-7 してるよ、 2-1 してるよ、 1-8 すぐ終了する。順調。はい、12月18日までに 3-8 クリア。でもあの 2-1 クリアした日にも 3-8 をクリアしていいと思うんですよ。なんか1時間半程度でできるという話だったので、もう一気に 3-8 まで直行していただきたいです。それで、私のところにギルド申請をしていただきたい所存です。はい、説明終わりました説明終わった。なんか敵強い、大丈夫？じゃあもう一回最初から言っていいですか？再放送していいですか？ね、今来たばっかりの方もいらっしゃると思うので、再放送します、この度 NGT48 とミシックヒーローズが、この度 NGT48 とミシックヒーローズのイベントが開催されることになりました。そちらのイベント内容と特典になるんですけれども、特典は上位3名ポイント制で、ロードモバイルと違ってあのチーム対抗ではなくて個人戦、もうみんな敵みんな敵で、戦いまして、そのメンバーの中でランキング3位以内に入るとレイの掲載か、なんか美味しいご飯が食べれる券か、なんか駅構内のポスターなどで、得点がゲットできるという、どれか一つなんですけれども、3位以内の中に入ったらどれか一つ叶えられることができるという内容になっております。そしてそのゲームのね進め方なんですけど、まずダウンロードは必ず、私がリツイートしているツイッターの URL からお願いします。あ、個人戦っていうのはあのメンバー同士が個人戦ってことです。私とファンの方は仲間なのでそれは団体戦。難しいな。前回前回のロードモバイルはチームに分かれてたから、団体戦だったんですけど、今回はそのメンバー同士のチームがないから、まあ、個人戦という、あ、理解した、 OK、 そういうことでございます。それで、ダウンロードはツイッターの方から、していただいて、すぐにチュートリアルが始まるんで、
すぐにチュートリアルが始まるんですけれども、それは全部スキップしていただいて、進めますと、なんだっけなんだっけ、まあストーリーがあるんですね。メインストーリーみたいなものがあって、なんかマリオみたいに1の4とかこう1の8とか2の3とかあるんですよ。それを目標、いや目標というか必ずマストで3の8までやっていただきたいです。話によると1時間半ほどで、もう長いんですけれどもできるそうです。チュートリアルはスキップして大丈夫なの？なんか大丈夫って書いてありました読んだ方がいいかな、読んで理解する方がいいかな。うん、そうだね。3の8まで来ました、ありがとう。そして私のギルドに申請していただくと、私が今日徹夜で進めますので、私もギルドに参加して一緒にみんなでチャットができるという話になってます。まあチャットができることがゴールではないんですけれどもみんなでポイントをどん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 高めていくという感じですね。いや、チュートリアル読むことはいいことなので、はい、私は飛ばしてしまったんですけどチュートリアル読める方はお読みください。そう、キャラもいろいろいる、強いキャラもいる。そう、徹夜明けを申請した、ありがとうございます。2の一面をクリアするとオリンポスの申請って言ってこうポイント獲得が始まります。2の1クリアする前は、まあ、何も始まらない何も始まらない。そして12月18日までに3の8をクリアしないといけないという試練が課せられてます。12月18日、今日が16だから、あさってまでに3の8をクリアせねばなりません。まあね、宿題をね後回しにするタイプの方はちょっと今日中に私と一緒に徹夜をしてくださると嬉しいです。3の8までクリアするとギルドというねチームに参加できます。このチームは私たち仲間ですので、チャットなどでお話ができたりします。まあ、チャットは全員のチャットなんですけど、よろしくお願いします。ポイントはその2の1をクリアしてから1週間だけなんですよ。7日間だけなんですよ。だから7日間が勝負なんですよ。なのでちょっとうかうかせずに集中で、お願いします。こんな感じですかね。でポイントの貯め方はですね、ステージのクリア、さっき言った何の何何面とかあるじゃないですか、それのクリアでポイントが高まる。あとヒーローの育成や進化でもポイントが高まります。でこのポイントの合算でメンバーの順位が決まるということになっております。よろしいでしょうか。いいかな、もう一回再放送しておいた方がいいかな。再放送いるかな、みんな理解したかな。うちもチームに入れるん？もちろんですとも。誰でも加入可能でございます。再放送いらない？大丈夫？もうみんな理解して、早いな。私もでございます。みんな入れる。何をやると、あ、なんかね、説明書にはステージのクリアとヒーローの育成って書いてありました。主にこれかな。ナウシカ並みなさいはい、じゃあちょっと再放送していいですか。はい、今、はい、今ショールームをつけた皆さん、寝落ちして今起きた皆さん、こんにちは。 NGT48 の佐藤かえりです。なんと今 NGT 界隈が揺れています。それはですね、ゲームアプリミシックヒーローズさんとギルド入る前にやっていいの？何？
ちょっと待ってください。ちょっと再放、あ、質問はもうどんどんコメントでお願いします。再放中でも、再放送中でも、その質問は、例外でお答えしていただきます。はい。はい、寝落ちしていただいた、あ、寝落ちしていただいたじゃない。寝落ちされてた皆さん、お仕事から帰ってきて今ショールームをつけた皆さん、こんばんは。ただいまミシックヒーローズというアプリさんと NGT48 が、イベントを開催されています。イエーイ。このイベントの内容はですね、メンバーの個人戦になっていまして、こうファンの方とね、こう仲間なんです、お仲間なんですけれども、その貯めた合算したポイントで順位を決めて、メンバーの中でトップ3に入ると豪華の夢が叶うという特典付きのイベントになっております。簡単にそのゲームのやり方をご紹介します。今皆さんはもう本当にね、全く想像がついてないと思うんですけれども、簡単にいきますね。まずはミシックヒーローズというアプリをダウンロードしていただきます。でもこれは普通のアップルストアとかプレイストアではなくて、あ、ではあるんですけれども、それではあるんですけれども、私声大きいな、苦情来ないかな。あの普通のね、携帯のストアからあるんですけど、その前にですね、私のツイッターを経由していただいて、私のツイッターでリツイートしてある URL からダウンロードしていただいてスタートになります。それでダウンロードするとすぐチュートリアルとかね、始まるんですけれども、それはまあ良きようにスキップしていただいて大丈夫です。でメインストーリーって言って、まあ、マリオみたいな何面みたいな1の3面2の5面とかあるんですけれども、2の1面クリアでオリンポスの申請というのが始まって、そこから、ポイントが1週間の間だけ加算される期間が期間になります。1週間だけなんです、勝負は。そして12月18日までに3の8をクリアしてギルドに参加していただきます。12月18日っていう風に期限があるので、こうなんか私のように忘れっぽい方はもう今日中にやっていただくことをお勧めします。3の8までクリアしていただいて、私の ST1 ギルドに加入していただきたいです。ギルドに加入すると、まずまあポイントが合算される一部になっていただくのと、あとはチャットもできるようになったりします。でそのポイントの貯め方はですね、ストーリーのステージのクリアで報酬を得たり、ヒーローの育成や進化でポイントが貯まるそうです。18日の何時までかは書いてなかったので、0時ですかね。はい、書いてなかったんで18日までで、お願いします。何か質問はありますか。大丈夫かな、質問はございませんかね。そう、とにかく2の1が始まった1週間が勝負です。多分1週間後に何か、まあ例えばすごい一生懸命頑張って課金したりとかはポイントに反映されないので、まあ、直接的な意味はあまりなくなっちゃうので、もうとにかくこの1週間が勝負ということになっております。水分補給します。ちょっと熱くなってきちゃった。よいしょ。今9時20分だ。ゲーム苦手ですけど、あ、もちろん大丈夫です。何か質問はございますでしょうか。質問ありますか。大丈夫ですか。ミシックヒーローズです。
私も大丈夫かな。よいしょ。私でも大丈夫かな。大丈夫です。3の8まで行ったらギルドに入るまでやらない方がいいですか。ほんにょーん、にゃん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 。そういうこと？そういうこと？じゃあ3の8に行った瞬間にギルド参加お願いします。ギルドに入ってからポイントが加算されるってことかな。それともギルドに入るまでのポイントもそこで何合算されるのかな。どうなんだろう。いやでも2の1のクリアでもう7日間のポイント獲得が始まってるっていうことだから、どうなんだろう。ギルド、ちょっと合算されないと怖いので、3の8クリアでもすぐにギルドに入っていただきたいです。あ、その認証がまだということかな。その承認がまだなのかな。承認？認証？そう、2の1から1週間ポイント加算される。でも多分まだギルドに参加してないけど2の1をクリア段階でポイントがもう生まれてるけど、そのポイントはギルドに入った時点でなんか今までにギルド入る前に貯めてたポイントはどうなるのってことなんですかね。そういうこと？別に無駄じゃないとは思うんですけど、ちょっと怖いので一応ちょっと早めのギルド加入をよろしくお願いします。新幹線の車内だから後で、まあ後でも全然忘れずによろしくお願いします。はい、あとは大丈夫ですかね。大丈夫かな。何かわからない質問大丈夫かな。さっきもね配信をして皆さんにお伝えして、これは第2部なんですけど、みんな分かったかな。私も探り探りなんですけれども、すごいゲームがね得意というわけではないんですけれども、皆さんと一緒に頑張れたらいいなって思います。カイリ先生ありがとう、ありがとう。ではじゃあ今日は、まあ明日も私朝早くて義務もあるので、この辺で失礼させていただきたいと思います。わかりました、ありがとう、ありがとうございます。ではよいしょ、再放送ありがとうございました。ではでは、あ、そう、ゲーム部員ですけど明日も頑張ります。明日一日駅長糸魚川駅の方でお待ちしております。結構寒いので暖かくして来てくださると嬉しいです。お待ちしてます。